皆さんこんにちは、Bレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。はい、今週も堀ちゃんが来てくれました。はい、やってきました。ありがとうございます。本当にこのために来てもらいました。はい、今日はですね、ミルキーココアのプロテイン、こちらのミルキーが違う、こっちのミルキーココアのプロテインを使って、豆腐と卵と薄力粉で、まあ、本当に混ぜて電子レンジでチンするだけで作ってみました、はい、簡単ホットカップケーキですね、はい、おしゃれですね、今日は、はい、今日はちょっとね、最近大きいものを続けましたからね、はい、ちょっと今日は可愛くいきました。はい、では実際に食べていただきたいんですけども、はい、はい、スプーンがこちらに、はい、はい、ではさくらんぼ乗ってますよ今日は、はい、よし、ではでは、はい、はい、いただきます。ありがとうございます。いやもうね、すごいいい匂いしてるんですよ、この状態から。あ、よかったです。なんかこう優しいミルクの匂いがしててね、結構ね、いい香りしますよ、いい香り、いい匂いしますよね。いただきます。はい、うん、どうでしょう、新食感、あ、だと思います。新食感です、これは。なんて言ったらいいんだろうな、うまく言えないんだけどな、ちょっと生地しっかりめだと思います。そう、そうなんです。食べて、ね、結構豆腐使ってるのと、あとやっぱり毎回なんですけども、プロテイン使ってるので、まあ、加熱したらちょっと生地がしっかりしやすくなるような特徴があります。なので、まあ、出来上がったらなるべく早く食べてもらった方が、硬くならないうちに食べてもらった方がいいと思います。出来たてが美味しいですね、今これ出来たてなんで、うん、はい、うん、ちょっと電子レンジが開けたてみたいな感じなんですけど、うん、はい、では、いつも通りにスペックの紹介していきたいと思います。で、まずこちら、これ1個分ですね。で、カロリーが289kcal、うん、で、タンパク質が 32.6g、まあ、豆腐と卵使ってるから結構そもそものタンパク質量がちょっと多めになっています。で、脂質が 10.7g で、炭水化物が 8.8g です、うん、で今回薄力粉使ってるんですけども、大豆パウダーで代用してもらっても美味しくできると思います。ただちょっと大豆パウダー使うときにちょっとパサつきやすくなりますので、その時にちょっとお水だったり牛乳だったり加えていただいた方が美味しく出来上がります。いや、この甘さと食べ応えで300キロ以下っていうのがちょっと私、300キロカロリー以下っていうのが結構驚きでした。いや、すごいいいコメントありがとうございます。嬉しい。結構ね、今回、まあ、タンパク質 30g 以上あるんですけども、脂質がだいたい 10.7g とかなので、まあ、ちょっと脂質を抑えて作れたかなっていうふうに思います。甘さもちゃんとありますね、美味しい。なんかミルキーココア入れてしまったらだいたい美味しくなるような気がしてきました。はい、では、ね、もうこの、ね、美味しそうに食べる顔ですよ。いつもコメント欄になんか堀ちゃんが食べてるとこを見るだけですごい幸せな気持ちになるみたいなコメントをたくさんいただいてるわけなんですけども、はい、じゃあこの様子をお届けしながら締めたいと思います。はい、ぜひね、これミルキーココアでマグカップケーキ、簡単に手に入る食材で作ってますので、ぜひこのね、おうち時間利用して作っていただけたらと思います。はい、ではこれぜひ作ってみたいと思った方はグッドボタンと、あと参考になったなと思う方はチャンネル登録お願いします。あとリクエストなどコメントでお待ちしてますので、どうぞお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。これ何の食感かな。分かった。分かんなかった。分かんなかった。